もう一度お名前を伺っていいですか。坂本じゃ。坂本龍馬ぜよ。坂本。なんじゃ。坂本龍馬。だなんじゃ。龍馬だ。龍馬だ。龍馬だ。僕武田鉄矢と言います。僕高校3年生の時に駅前の古本屋さんであなたの物語を見つけて読んですごい感動して、それからずっとあなたに憧れて51年憧れて龍馬さんだ。何するかせよ。何やってんすか武田さん。頼ま、おい、俺どうしような。驚くなよ、坂本龍馬さんだよ。何言ってんすか、坂本龍馬役譲るってことですか。違うよ、そんなんじゃないよ。本物の坂本龍馬なんだよ。タイムスリップかなんかでこっちへ来てくれたんだよ。タイムスリップ。いや嬉しいな。そう、本物だよなあ。俺が人生最後の坂本龍馬をやるって言うんで、天が坂本龍馬を俺に送ってくれたんだよ。サンキュー天、そしてウェルカムです、坂本龍馬さん。どういたでよこいつは。いや、わかんないです。うわあ、何するかせよ。